アン・オブ・クレイブズは、イングランド王ヘンリー・パッセイの4番目の王妃。ドイツ語名は、アンナ・フォン・クレイフェ。ユーリヒ・クレイフェベルク公・ヨハン3世の娘として、生まれた。ヘンリー・パッセイに、プロテスタントの王妃をと希望していたヘンリー・パッセイの、家臣トマス・クロムウェルらの意向で王妃の候補に選ばれ、イングランドへと継ぐことになった。クロムウェルから、前もって、 見合い用のアンナの肖像画を見せられたヘンリー・パッセイは、その肖像画を一目で気に入り、若い使い走りの少年の姿に変装して、こっそり彼女の姿を見に行ったが、ヘンリーは、実際のアンナの顔を見て、絵に描いてある女とは違う。と激怒した。一方のアンナも、ヘンリー・パッセイの正体を知らなかったため、慣れ慣れしい巨漢の中年男に困惑したとも、無礼だと怒ったとも伝えられる。 この肖像画は、クロムウェルが、宮廷画家のハンス・ホルバインに依頼して描かせたもので、あったが、実際のアンナの姿は、肖像画に描かれていたほど美人でなかったとも、言われている。しかし、ホルバインは、人物画を忠実に描く画家として知られているため、月光しやすい性質のヘンリー・パッセイが、アンの些細な言動に腹を立てた可能性が高い、と、近年では見られている。 クロムウェルはこの責任を取らされて、後に、ロンドン島で、暫首刑に処され、ホルバインは、宮廷画家の身分を剥奪されて、追放処分を受けることになった。アンはわずか半年で王から離縁され、王の妹という称号と、所領、年金を与えられ、ロンドン市内のベーナーズ城で余生を送った。離婚の理由としては、かつて、ロレーヌ公フランソワ一世と交わした婚約を、 きちんと解消していなかったことが選ばれた。しかし、彼女はその後も、王室の行事のたびに、国王やその子供たちへの気前の良いプレゼントを持って、現れており、周囲からは、非常に好かれていたようである。また離婚後は王とも良好な関係を保っていた。ヘンリー・パッセイが学識に溢れ、音楽やダンスを好んだのに対し、アンは、ラインラントのドイツ語しか話すことも書くこともできず。 音楽やダンスの教育も受けていなかった。ラインラントの貴族女性の必須教育は、刺繍などだったのである。しかし、イングランドに住むと決めて、以降は英語に適応し、さほど不自由もしなかったようである。ただし小説などではよく、ドイツ語式に W を V と発音する人物と表現されている。 ヘンリーパッセイの6人の王妃の中でアンは最後まで存命していたが、ルター派のプロテスタントだったため、カトリックのミサへの出席を迫るメアリー一世の時代には、後のエリザベス一世と宮廷でミサに出席しない二人組となった。彼女はエリザベス一世の即位前に没した。ありがとうございます。